F3 戦闘機開発を急ピッチで進める日本。純国産での夢は消えたが、パーツ類は純国産でできる。今回は IHI プロトタイプエンジン XF9 を詳しく見ていきす。ロールスロイスとの共同開発が取り沙汰されていますが、どうするんでしょうか。自衛隊の F3 ステルス戦闘機計画が閣議決定されて、予算化にまでこぎつけました。通常の予算と比べれば早いのでしょうが、個人的には、やっとというか遅いように感じています。第6世代戦闘機に、様々な形がありますが、現在活躍している F35 戦闘機をはるかにしのぐ、性能と当然ながら、ステルス性能の両面を兼ね備えたものでないと、意味がありませんよね。F35 は単発エンジンなので、双発エンジンを設置することになるでしょう。このエンジンを2タイプ前もって作っておけば、護衛艦出雲、やかがにも運用できるようになると思われます。と言っても、計画がどの程度まで進むかははっきりわかっていません。F22 戦闘機に関しては、今更ハイクオリティは求められないので、その先を目指して開発されることになるでしょう。果たして、日本悲願の戦闘機になってくれるのでしょうか。F3 戦闘機計画には、エンジン部分が重要になります。このポイントを間違えただけで、経費の損失や周辺国に対する防衛力低下へ向かってしまうことになります。しかし、日本ですから、さすがにいいジェットエンジンを開発しましたね。こういうのを自画自賛というのですが、その素晴らしいエンジンについて紹介したいと思います。2018年、平成30年、6月、日本の航空、軍事市場において、エポックメイキングな事態が起こりました。試作段階のたった1機ですが、ジェットエンジンが開発メーカーである IHI 社、石川島播磨重工から、防衛装備庁に納入されたのです。新型のエンジンということで、大きな話題となりました。このジェットエンジンこそ、XF91 と呼ばれる優れものです。航空機、戦闘機用として開発され、現在の国際的スタンダードと比較しても、引けを取らない高性能を実現した、画期的なものと言えましょう。今回の XF91 エンジンは、アフターバーナー使用時の推力15トン以上となっています。F22 ラプター戦闘機についている F119 エンジンのアフターバーナー使用時の推力が 15.9 トンと言われますから、全く遜色ない数値を叩き出したということですね。ちなみに、F35 ライトニング2戦闘機の FE135 エンジンのアフターバーナー使用時の推力ですが、19.5 トンということで、XF91 エンジンを上回ってはいます。しかし、この、XF91 エンジンは、まだ試作段階です。そう考えると、将来的には、一段と向上することが期待されるでしょう。アフターバーナーについて説明しますね。エンジンから放出される排気ガスは、ダイレクトに、燃料を噴霧することによって、一層燃焼させて、推進力を高めるというシステムのことです。XF91 エンジンの場合は、アフターバーナーなしでも、記録は11トンの推力だそうです。XF91 エンジンが注目を集めた理由ですが、今までこういったトップクラスの性能を所有できなかった、国産エンジンの分野において、世界に通用する性能を実際に証明できたということだと考えられます。以前のことですが、現在の空自の F2 戦闘機を、アメリカ製の F16 戦闘機を叩き台として開発すると決定しました。なぜ国内でできないのか、この大きな理由の一つが、エンジンの開発ができなかったからです。その時、日本のテクノロジーのレベルが低かったために、涙を飲んだのですが、それを考えれば、今回のエンジンは、まさしく快挙と呼べるでしょう。
実は、その当時も、日本独自の戦闘機開発を目指すべしという意見はありました。しかし、政治的な思惑や戦闘機の基本的部分を国産できる現実は、非常に厳しかったのです。しかし、今はいよいよ国産化エンジンに目途がついた状況になったようです。F2 戦闘機の後継機になる F3 戦闘機は、アメリカとの共同開発となると予想されていますが、XF91 エンジンの存在は、新しい選択肢の登場と同意味になったはずです。何よりも、この XF91 エンジンは、現在の戦闘機用エンジンに求められている、小型であり軽量であるという必須条件をクリアしています。しかも、15トン以上となる推力を出せることが判明しているのですから、無視することはできないでしょう。具体的なデータを示しますと、前出の F22 ラプター戦闘機の F119 エンジンは、全長 5.16M、直径 1.168M です。XF91 エンジンは、全長 4.8M、直径 1M ですからに、一回り小さくなったということがお分かりでしょう。単純に推力だけをアップしたエンジンを作るというのなら、サイズが多少大きくなっても、意外と簡単なようですが、XF91 エンジンは、これだけ小型なのに、強力になっているのが、最大のメリットと言えましょう。何と言っても、現在の戦闘機で、最重要条件とされているのは、機関部の小型化なのです。エンジンを小さくすることで、ステルス性能も高めることができますし、機体内へ収容する兵装の量も増やすことができるのです。ステルス戦闘機を独自に開発するということになったら、兵装収容のための、ウェポンベイ製造の技術的なノウハウなど、多くの課題が出てくることになるでしょう。しかし、最大の関門と考えられているエンジンの小型化がクリアされていることは、非常に心強いと思われます。2019年6月には、XF91 エンジンの推力変更ノズルの開発が航空見本市で公開されました。実用化に向けた準備が着々と進められている事実を多くの人に印象づけるものになりました。推力変更ノズルというのは、ジェットエンジンの排気方向を変えることによって進行方向を調節する装置です。XF91 エンジンの場合は、ノズル式の装置を使うことで、最大20度の角度内で、機体のコントロールができるといいます。このように XF91 エンジンの開発が進んでいるのですが、次期 F3 戦闘機の着地点が、未だに決定していない状況ですから、せっかくのプロトタイプが活用できないという最悪の事態に陥るという、可能性もあると、推測されています。しかし、ここで、何とも不可思議な状況があるのです。当事国である日本よりも、詳しく、次期 F3 戦闘機を報道して、国があるというのです。しかも、その内容は、方向が決まっていない、計画を名指しして、自国の安全保障が脅かされるというものでした。勝手に、日本の戦闘機計画を憶測して、不安視しているその国こそ、お隣の韓国です。中国なら、日本が仮想敵国とみなしているので、ある意味仕方ないと諦めも解きますが、同じアメリカの同盟国ですよね。なのに、日本が、第6世代戦闘機である F3 戦闘機を開発することに、激しく警鐘を鳴らし、敵視しているかのようにも感じられます。未だ何も決まっていない F3 戦闘機計画について、そこまで大げさに不安視されると、逆に過大評価されているようにも思ってしまうのですが、一方的に仮想敵国視した上での主張には、改めて驚かされてしまいます。海の少ない韓国なのに、原潜や航空母艦を欲しがっているとも聞こえてくるのですが、この国の軍備は、一体どこを目指しているのでしょうか。